皆さんこんにちは、小場所です。寺丸です。はい、今回はですね、はい、学歴フィルターについて面白い記事を見つけましたので、うん、紹介していきたいと思います。はい、またヤフーニュースから取ってきて概要欄にリンクを置いておきますので、皆さん気になったら読んでみてください。学歴フィルターを嫌悪する日本人の超危険、取材をした7社中6社が学歴を参考にしていると回答したということでございます。はい、まあ、学歴フィルターですね、まあ、今日本で基本的にはこう学歴で差別してはいけないという風潮があると思うんですね。で、学歴フィルターをありますよっていうふうに大きな声で言ってる企業というのはこうないはずだと思います。はい、まあ、あるかもしれないけどほとんどないと思います。うん、ただですね、今回この方がライターさんが取材した7社のうち6社が公式には学歴フィルターを実施していないというものの、採用プロセスで学歴を参考にしていると答えたということなんですね。はい、で、まあ、例えばですね、よく話題になっているようなエントリーシートの受付を学歴で制限するような、そういう学歴フィルターを行っていませんというとある金融の会社の人は、まあ、言っていたわけですね。うん、ただですね、あまりにも低ランクの大学からの応募者は学歴を見て落としたりしますって書いてあるんですよ。はい、でやっぱり学歴フィルターっぽいものは、まあ、あるんじゃないかなと思います。ただ、さらにもうちょっとコメントが続いていて、はい、説明会の後の選考でも学歴を見ます。ただ、考える力や物事に取り組む姿勢などを重視しており、学歴は確かめる程度ですって書いてあるんですよ。はい、だから、まあ、学歴だけでは決めてないよと言ってるわけですね。うん、で、他の通信系の会社の人も似たようなことを言ってます。選考プロセスで、どこの大学のどの学部というのはちゃんと確認をしています。という意味での学歴フィルターがあると。で、人数を絞るために志望動機や資格などの他の条件とともに学歴を少し参考にしていますが、学歴だけで弾くということはありません。はい。うん、面接に進んだら学歴は全く関係ありません。入り口のところでチェックするという使い方です。はい。どうですか、現役大学生。いや、まあ、僕はまだ全然正直学歴フィルターとかを実感したことがないので、わかんないんですけど、うん、まあ、ただやっぱり、その、いわゆる、あまり名前の知られてない大学に行ってる人っていうのは、まあ、それだけで弾かれるというよりも、なんかそれプラスアルファの、やっぱり資格とかは必要なのかなというふうには感じてます。うん、そうですね。はい。で、例えば今回ですね、コロナウイルスの影響で、まあ、全国的にこうオンラインでの企業説明会が行われるようになりました。であれば、例えば説明会の時点でフィルターをつける必要はないんじゃないかとかという意見もあったんですが、はい、そこに関してはあまり変わっていないというふうに、このヒアリング、あくまでこの記事ですけど、ヒアリングでは回答している人たちが多くて、例えば電気系の会社さんだと、学生に東京に集まってもらう必要がなくなったので、説明会はオンラインで無制限で参加してもらっても良いのだという意見が人事部の中でもありました。でも結局その後の評価して選考していくという手間は変わらないので、やはり最初からある程度は人数を絞っておきたいということで、昨年までのやり方を大きく変えませんでしたというふうに言ってます。はい、まあ、これはあくまでこの会社がということだと思いますけれどもね。うん、で、ところでですね、ということで記事の中で言われてるんですけれども、学生やメディアで学歴フィルターが騒がれていることへの困惑や憤りが意外にあったということなんですね。はい、機械系の会社さんで言うと、当社では出身校を重視していませんが、電子系のスキルを持った学生が欲しいので選考は重視していますと。うん、最近は出願が簡単になったせいか、会社の名前だけを見てスポーツ系、芸術系の学生まで応募したりしてきて、さすがに学校名だけで落としています。はい、これって学歴フィルターってことになっちゃうんですかね。はい、なるほど。他にもあります。素材系の多分素材メーカーさんだと思うんですけども、うん、こんなことを言ってます。我々はグローバル競争を勝ち抜くために優秀な人材が欲しいわけで、はい、高校3年生の時点での点数のテストの点数が良かったというだけで採用すると思いますか。そんなことをしていたら昔の百貨店や都市銀行みたいに潰れちゃいますよと。明らかに欲しくない人材を弾くために学歴を見ることはあっても、それ以上の理由で学歴を見ることってありえませんと言ってるんですね。はい、うん、だから、まあ、こういったことを見ると、その学歴だけでは全然ないよというところもあるというところなんですね。はい、でその後の記事にはいろいろ書いてあるんだけども、どちらかというと学歴フィルターっていうのは、例えば東大だから良いとか、はい、どこどこ大学だからダメみたいな風に読まれるんですけど、うん、実際はだんだんとそのスキルフィルター的なところになってきていると、この記事では言っています。うん、はい、で、それって結構海外だとそうで、例えば以前僕がサブチャンネルで動画にしたんですけど、はい、フランスとかってその学校の選考がマッチしてないと応募できないその求人とかが多いんですよ。はい、そうなんですね。そうなんですよ。はい、だから有名な大学出てれば OK ってわけでもなくて、はい、そのこの分野をちゃんと勉強した人を採用するみたいな、はい、そういう文化なんですね。はい、それが正しいかどうかは別です。はい、あくまでフランスとかはそうですよってだけで。うん、だけど日本ってさっきのそのメーカーさんの話じゃないけど、その例えば全然電子系の学生じゃなくてもそこに応募すること物理的には可能じゃないですか。はい、まあ大体押されちゃうと思うんだけどね。だそういう意味でやっぱりスキルを持った人とか、その求めている能力を持った人を取っていくんだよみたいなことが、まあ、この記事も書いてあるんだけど、はい、ただ
僕ね、これを言うとね、すごい怒られちゃうかもしれないですけど、文系と理系で世界が違う部分あるんですよ。ああ、はい。例えば理系だったら、いや、もう電気電子系のうちね、人が欲しいから、はい、そこを採用したいって場合、例えば、はい、東大生であっても、はい、で東大の文一で法律勉強してるやついらないじゃん、って言って。だからそこは落としますよと、はい。で、別に偏差値55とか60ぐらいの学校かもしれないけど、ちゃんと別に学校でしっかりやってれば、7偏差値50でもいいから、はい、学校でしっかりやってんだったら、その子の方が即戦力だから取りたいってことじゃん。はい、だそっちを取ってるというだけであって、うん、でも文系の仕事って違うじゃないですか。そうですね。例えばじゃあ営業マン、はい、どうなのって言われたら、やっぱりその人の気力とか、はい、その工夫とか、はい、あとこ、まあ、根性とかなんか分かんないけど、やっぱそういうところとかもあるわけじゃないですか。総合力というか、そっちの方が大事になってくる。なってくるので、はい、別にじゃあ例えば、ね、法律のことを勉強したからすごい取れて、はい、経済だからダメとか、その逆とかってないじゃん。はい、別に文学部だったら絶対ダメとかありえないじゃん。はい、だからやっぱそこは、文系的な就職と理系的な就職で全然違うと思うんですね。うん、でさっき実際出てきたのも、例えば素材メーカーだったりとか、はい、まあ、機械メーカーだったりとか、そういう人たちでしょ、はい、で。そういう会社っていうのはやっぱりある程度スキルセットで採用していかないと、うんうんはい、例えば全然理系の素養とか物理とかの素養、ね、化学の素養がないのに、研究職で取っちゃったらもう終わりじゃん。はい、もう何もできないじゃん、その人は。僕とか本当に何もできない。そうでしょ、そうでしょ。僕の学生で優秀かもしれないけど、はい、でそういうところに行っても何もできない。はい、だけど、例えばもっと別の世界で言うと、やっぱり、学歴が高い方がいいよねって言ってる会社も、まあ、あるわけですよ、はい、だからそこをねどう見るかっていうのはあると思います、うん、だから例えばその電気電子系のね学生ばっかり欲しいっていう会社がさっきあったけど、はい、そういう会社はさ別にそのエントリーだけね学歴を見てもらって、はい、あとは関係ないっちゃ関係ないじゃん、はい、別にねどこ大だろうが中身がちゃんと理解できてて、うん、自分がこういうふうなアウトプットを今学生の中で研究でやっていてとかね、はい、こういうことは僕はできますってことが示せれば全然別に学歴関係ないんですけど、はい、ただそういうふうに測れないじゃん例えば文系の営業の世界って、ねはい、僕もいたけど例えばコンサル会社、はい、コンサル会社で例えばどこどこ専攻じゃなきゃダメって言えないわけですよ、はい、じゃあ経済学部だったらよくて法学部だったらダメか文学部だったらダメかってわけじゃないんですよそうですね、はい、そうなんでかっていうと求めてるものが例えば論理的な思考力だったりとか、はいまあ、批判的思考力だったりとか、はい、そういったこう論理分解ができるだとかそういうその頭の問題とか、はい、あとはメンタリティですよね、はい、多少まあこう怒られてもちゃんと前向きにできるかっていうこう、はい姿勢とかね、うん、なってくるとそれってやっぱり学部学科とか専攻だけじゃ見えないじゃん。そうですね。さっきで言うそのスキルフィルターがしにくいんですよ。なんか分かりやすい指標というか、うん、この技術とかなんかないんですよね。そうなんですよ。そう。で、例えば、はい、10人の中から5人選びましょうだったらいいんだよ。はい。別に全員面接して、ね、10人から5人だったら、うん、よし、一番いい5人を選ぼうとできるけど、はい。それこそ例えば僕がいたコンサル会社とか、コンサル業界って、めちゃめちゃ応募が来るわけですよ。はい。そう。僕も落ちちゃった会社があるんだけど、はい、そこは、その夏の、インターンの、はい。なんていうか、インターンに行ける人の倍率が100倍とかなんですよ。もう意味わかんないですね。そうですよ。それ、まだそれ採用じゃないですもんね。そう、採用じゃない。インターン。そう、インターンに行けるかどうかの採用が100倍とかあるんですよ。とんでもないですね。で、まずそもそも、はい、面白くて、まず、書類、みんな応募するわけ。夏のインターンに。はい、多分何千人って応募してるわけ、はい、で、まあ、学歴フィルター、まあ、あるあるって言われてて、実際あるわけね。外資系の企業で。はい、で、まあ、ズバッと切られて、もう、多分、基本的には、例えば、東大、まあ、東京一高、あと総計ぐらいの人しかまずいない状態がまず作られるわけですよ。はい、ほぼほぼ。他の学校の人もいるかもしれないけどね、うん。で、そこのぐらいまで行って、そしたら次に筆記試験があるのよ。はい、めちゃめちゃいっぱい受けるわけ、何百人って。はい、で何百人の中から、その、10人とか、いやそんなに少ないですね、5人とかしか行けないわけよ、はい。そう。で、テストっていうのが、何回か行われるわけ。はい。その、1ヶ月か2週間か忘れたけど。はい。何回か行われる。どれかに受けに行くのね。はい。で、だからその中で5人とか10人とか、こう、それぞれ、こう、受かって、はい。で、こう、インターン自体が2タームとか行われるから。はい。それで、まあ、なんか20人ずつとか参加するみたいな。すごい世界です。だからそもそもその試験を受けてる人も、すでに元々、そうそうそう。で、総計で、そう。そっからまた何十倍とかって話です。なんか、本気かどっかか忘れたけど、はい、僕もその試験受けに行って、はい、で、その、当然そんなさ、人、ね、何百人って受けられる会場はなかなかないから、はい、その、80人、100人ぐらい受けられる、その会議室、はい、ちょっと大きい会議室みたいなところがポン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 と押さえられて、はい、じゃあ、番号はどこでって、こう、それこそトイックみたいな感じでこう、振り分けられていくわけよ、はい。だからこう見るとさ、あ、そっか、じゃあこの教室から、一人か二人かな。その面接に行けるのがね、はい。そうですね。そう、面接に行けるのがこの教室から一人か二人か、みたいな。で、面接でまた落とされて。はい。で、インターンに呼ばれるのか。はい。
そんな感じ。いやすごいですね。なんかいや早稲田の受験の時もそんな感じだったなって思ったけど、うん、でも それで合格じゃないですよね。またそっから選考があるってことですよね。そう筆記試験でそのクラスの中で多分この中で、まあ、1人2人、まあ、多ければ3、4人ぐらい通って、はい、多分次の面接でまた落ちてみたいな、はい、で面接も2回ぐらいやるのかな忘れたけどやって、はい、でそこでやっとインターンに行ける。いやもう超過酷な世界ですね。でしょ、はい、で今はそのコンサルの業界もちょっと変わってて、はい、昔はだから人気な割に不景気だったからそんな倍率だったんだけど、はい、今はほら売り手市場じゃん、はい、だからもっともうちょっと倍率は低いと思うけど、僕の時はそうでしたね、はい、だから僕なんかはその、筆記試験受けに行って、うん、でまあありがたいことに通って、はい、で面接も通ってでインターンに行くじゃん、はい、でインターンに行ってもうそ要は有頂天なわけですよこっちは通ったそうですね。もうすでに何百倍の倍率を、やったぞ、そう、はい、だからもうそこのインターンに行ったっていうのがもう就活の中でのブランドになるのよ、はい、ああなるほど。あの会社のジョブにジョブって言うんだけどジョブに行きましたっていうと、はい、あそこ行ったのね君みたいな、はい、っていうふうにこう周りのこう他のコンサル会社の人に見てもらえる、はい、だけど僕から言わせるとまた行くじゃんインターンに、はい、行くとそこの中でさらに実力の格差があるわけはい、で僕はそこで全然活躍できなくてインターンで、はい、だからそのインターンは行ったけど採用はしてもらえなくて、うん、でも採用されたやつとかはもうキラ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 ですよキラキラ、はい、めちゃくちゃ優秀そうですね、そういう人たちがもういっぱいいるわけ、はい、っていう世界いやだからそういうことになるとやっぱりもうさフィルターしないと無理じゃん。そうです、ね。選考で、だその何千人とか面接できないじゃん。もう募集団がでも一番上のクラスでさらにそこの上ってことですよね。だけど普通の会社はそんなことないわけ。はい、そう例えば300人ぐらいの応募があったら100人ぐらいインターンに行きますとか、はい。であればもうちょっとエントリーシート見てあげようかなとか、はい、で筆記試験もうちょっとやってとかってことになるじゃん。はい、だからそういうことを考えると要は僕がまあ今言った話っていうのはめちゃくちゃ極端で、はい、皆さんのイメージは多分そんなイメージだと思うんですよ。うん、だけどそんなのって多分世の中の会社の 1% もあるかないかだと思うんですよ、はい、多分 1% もないと思うんだけどね。そうですね。そう、はい、って考えると、まあ、普通にだから一般的な就職がしたいとか特に理系の人さっき言ったように理系であれば自分の分野で就職することって、うんまあ、もちろん文系就職もできるけど自分の分野で就職するのであれば、はい、そんなにまあねそのマッチさえしてれば、うん、学歴がまあゴリゴリって感じではないよということですね、はい、ただやっぱりその理系の人でも本当上位のね会社ですよね、はい。まあちょっと今ね、これからどうなるか分かんないけど、電気自動車があるから、まあいわゆる昔から人気って言ったら、その自動車メーカーとか、はい、大手機器メーカーとか、そういうところになると、やっぱり選考がマッチしていたとしてもね、やっぱりちゃんと優秀な学生じゃないと内定もらえないっていうところはあると思いますから、はい、まあそこはぜひ気をつけてほしいんだけど、はい、ただ基本的には理系の人の方がやっぱりそうやってマッチさえしてれば、まず見てもらえるところがあるから、うん、やっぱり就職率も非常にいいだろうし、はい、企業からも引く手あまたなんだろうなというふうには思うわけですね。はい。はい、まあというわけで、ちょっと学歴フィルターの話しましたけど、どうでしたか？いやーちょっと僕も学歴、まあ別に早稲田上には上がいますけど、うん、いや学歴にあぐらかいてちゃいけないなって本当に思いますね。いやまあ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 、まあ、何がしたいかな。そうですね、特に文系なんかは、うんうん、何をしてきたかとかその入ってから、まあ、早稲田でももう何万人もいるわけで、うん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 、やっぱその中で何か一つ光るものを見つけられたらなというふうに思ってます。そうだね、はい、やっぱ結構ねひどい世界だよそういうのって残酷ですよね。だから社会に出ちゃうと、はい、もう会社に入っちゃえば学歴なんて基本的には関係ないわけよ、はい、まあまあ東大なんだねとか言われるけど、まあ、はっきり言って何も関係ない自分の人生に、はい、評価にも別に影響しないし、はい、出世にも基本的には影響しない、まあ、官僚とかだったら別かもしれないけど、はい、普通の人は影響しない、うん、だけど就活の時に一番それがエグさがある、はい、そうだから今はそのこの記事にも書いてあるけど説明会を予約しようとしたら、はい、その、ね、中堅の大学だと満席って出て、はい、で上位の大学の人が申し込もうとすると残席あるって出てたわけよ、はい、僕そういうのが話題になる前にもう僕らでも気づいてたからね。あ、やっぱりもう就活してる身としても、うん、もう全然気づいてたよ普通の子だった、はい、だからそれこそあのバイト、ね、塾でバイトしてんじゃん、はい、で僕と同い年で塾で慶応の、ね、子がいたわけよ、はい、同級生で、はい、で普通にまあ仲良くて就活どうしてんのみたいな話して、はい、そしたらまあそいつが休み時間にそのちょっと俺その説明会で予約するわとか言ってしだしたらパソコンで、はいはい、でまあいいじゃんし、でどこやんのって言ったら、まあ、ちょっとこれ言っていいのか分かんないんで言わないけど、はい、まあ、皆さんも絶対使っているようなインターネットサービスの会社なんですけど、はい、そこの説明会を申し込んですよ、はい、そしたら満席って出たの、はい、あそうなんだ満席かみたいな、はい、
慶応だよ、その子。そうですね、慶応。満席か、と、はい。まあ、しょうがないね、みたいな。うん、じゃあ次の回にしよう、みたいな、言ってたのよ。はい。で、なんか、そこ、でもちょっと俺も面白そうだから、スメカ行ってみようかな、と思って、はい。で、もう一回教えてに行って、つって言われて、はい、そいつがここ満席だよって言うから、一応見てみたら、はい、僕からログインすると空席あったの。残酷ですね。東大の法学部だからね。慶応でもあるんですね。いや、多分だから、東大何人、慶応何人とかって枠を決めてるんだと。はい。そう。だから別に慶応がダメとかじゃない。全然その会社は別に東大ばっかりっていう会社じゃないんだと思う。はい。なんだけど、その全然その枠があったから、たまたま、だ逆もあるのかもしれない。東大生ばっかり来ちゃうと東大のとこが閉まっちゃうみたいなのあるのかもしれない。わかんないけどね。なんでそういうのはありました。僕の時代は。はい。うん、だからそこはね、やっぱり、非常に難しいだと思う。はい、多分今はね、多分ね、慶応と東大の差別なんて多分してないと思うよ。その会社は。はい、やっぱ僕がやってた当時はいわゆる就職氷河期って言われて、はい、めちゃくちゃ厳しい。それこそバイトの先輩とかみんな就職留年したからね。あ、そうなんですか。そう、何人いたかな、4人とか3人いて、はい、1人以外みんな就職留年したから。あ、いや、それ厳しい、ね、だって、うん、早稲田の先輩とかもやってたよ、就職留年、はい、だそんぐらいやっぱ厳しい年だった。震災とかもあった年だから、ね、はい、うん、だからまあそういうのもあって、まあまあ、社会状況にもよると思うから、はい、まあ、自分の、ね、納得するようなそのまあ、就活をぜひしてくださいと。はい、で、またね、高校生の人は、まあ、頑張って自分の志望校に向かってくださいということでございます。うん、はい。はい。というわけで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。